スパイス読者の皆さん、こんにちは。僕たち神戸セーラーボーイズです。僕たちは今いろいろドルフェス2023を終えた品川プリンスホテルステラボールからお届けしております。スパイスの公演レポートはチェックしていただけましたか？緊張しているメンバーもたくさんいましたが、ゆせい君、初めてのドルフェスはどうやった？いや、正直始まる前はめちゃくちゃ緊張したんですけど、やっぱ出てみたらもう素敵なファンの方たちがたくさんいて、めちゃくちゃ楽しく披露できたなと思います。わかるわかる、結局楽しかったよな、それが一番。じゃあリュウちゃんはなんか印象に残ってることあるそうだね、まああのそうだね、そうだね、そうだね、あの出てきてペンライト、ペンライトが色とりどりで、みんな同じタイミングにバンってめっちゃ綺麗に、いやもう圧が出て、わかるわかる、なんかマラカスとかもあったよな、おっとおっと、いやもうめちゃくちゃシャラシャラシャラって言って、もう圧がすごかったよな。それにもし負けずに頑張っていけた。じゃあライト君、初めての東京遠征ということですけども、どうでしたか？そうですね、なんかまあ東京っていう普段とは違ったなんか環境っていうか、そんなところでやらせてもらって、前日、まあ、もっと前からですけどずっとワクワクっていうか楽しみで仕方なかった。まあ昨日の夜もまあそのワクワクが抑えきれなくて踊ってた。カナティはどうでした？おっと、そうなんです、あの踊ってました。はい、せやな、でも東京めちゃくちゃすごいよ、なんかお客さんの、そうだ、確かに、こうもう僕たち神戸で拠点としてやってて、まあ神戸ってお上品な町で、僕たちもお上品に、東京も東京状況っていうんですか、状況状況もうすごいですね、圧がすごいですね。皆様の5000円のおかげで無事終えることができました。5000円ありがとうございました。次回作は11月に、神戸セーラーボーイズ定期公演ボリューム1、ロミオとジュリアス、ウォーターミー、我らが水を求めてです。満開ステージ A3 スプリング&サマー2018の劇中劇に挑戦させていただきます。皆様に楽しんでいただける舞台をお届けします。僕たちの活動の様子は今後もスパイスでお届けする予定ですので、ぜひお楽しみに。神戸セーラーボーイズでした。